皆さん、こんにちは。今回は今年11月の級別審査において勝率 8.83 という圧倒的な数字で自身11度目の勝率1位を獲得した競艇界のスーパースター峰竜太選手の引退疑惑についてご紹介したいと思います。峰竜太選手は今や競艇を知っている人であれば誰でも知っているボート界のスターですが、最近引退を考えているとも取れる発言が話題になっています。その噂の発端となった発言は動画の後半でご紹介しますので、まずは峰竜太選手について改めてご紹介していきます。峰竜太選手は1985年3月30日生まれの現在38歳です。登録番号4320、95期、佐賀県出身で佐賀支部に所属している A1 級ボートレーサーです。師匠はすでに現役を引退している松尾隆明元選手、弟子は山田浩二選手、上野慎之介選手、安子内翔選手の3人で、いずれも A1 級のトップレーサーです。95期の同期には岡村雅史選手や山田哲也選手などがいます。今や競艇界のトップに君臨する峰竜太選手ですが、ボートレーサーになったきっかけは友人からの勧めだったそうです。峰竜太選手は高校時代にヨット部に所属しており、その頃からヨットの腕前もずば抜けていたようで、国体のセーリング競技では4位入賞、世界選手権への出場経験ありと身体能力の高さを垣間見せていました。そんな高校時代に峰竜太選手は友人から一言のアドバイスを受けます。その友人は競艇選手の息子だったそうで、ヨット部で優秀な成績を残す峰竜太選手を見てボートレースでも活躍できると考え、峰竜太選手にボートレーサーになることを勧めます。その助言もあってボートレースを観戦した峰竜太選手はあまりの迫力に感動し、スーパースターへの道を歩み始めます。その後早速受けた養成所の試験に一度は不合格となるものの、弟からの自分の気持ちに素直になれという言葉に背中を押されて2回目の受験で合格すると、養成所時代にも圧倒的な成績を収めます。リーグ勝率 7.16 を叩き出し、終了記念競争でも2位の健闘。また同じ95期の中で峰竜太選手以外にも優秀だったのは岡村雅史選手、山田哲也選手、山口雄太選手の3人で、峰竜太選手を含めてこの4人は95期四天王と呼ばれるようになります。ちなみに養成所内での勝率1位は岡村雅史選手の 8.09 で、峰竜太選手が2着に敗れた終了記念競争で1着だったのも岡村雅史選手でした。養成所ですでに頭角を現していた峰竜太選手は2004年11月10日に唐津競艇場で開催された西日本スポーツ杯争奪戦の初日第1レースでデビューし、なんと2着というデビュー戦にしては十分の成績を残します。その1ヶ月半後の2004年12月31日には福岡競艇場で開催された歳末特選レースにて、なんとデビューからわずか22走6コースからまくりでのデビュー初勝利を収めて水神祭を飾ります。22走目でも十分早い水神祭ですが、先ほどご紹介した同期の95期四天王の3人は岡村雅史選手が4走目、山田哲也選手が6走目、山口雄太選手が2走目と、なんと3人ともデビュー節で早くも初勝利を挙げる異例の事態、やばい新人たちがデビューしたとファンを驚かせました。その後峰竜太選手は2005年4月17日に下関競艇場で開催されたグラチャンカウントダウンシリーズ第2戦にて初優出を果たすと、2005年11月6日に唐津競艇場で開催された旧スポ杯争奪唐津くんち特選で5コースからのまくりでデビュー初優勝を成し遂げます。その後は持ち前の闘争心でめきめきと操縦技術を磨き、グレードレースに出場、優出と年々実績を残し、2016年に最高勝率と最多勝利を獲得します。さらに翌年には SG を制覇し、次々と優勝をかっさらっていきました。ただ峰竜太選手の栄光のボートレーサー人生は途中で2度悪夢のような出来事が起こります。
一度目の悲劇は2009年3月に起こります。前月に G1 初優出、初優勝を成し遂げ、ここから SG レーサーへステップアップと意気込んでいた時、唐津競艇場での一般大会で、大会期間中に同じ佐賀支部の先輩レーサーである西和則元選手のプロペラ調整を手伝ったとして整備規定違反にあたり棄権処分となってしまいます。ボートレース協会の規定では、自分の艇は自分一人で整備するというルールがあり、アドバイスなどは問題ないものの、手伝ってしまうと選手義務に背いた行為とみなされ違反となってしまいます。この違反行為で3ヶ月の出場停止処分に加えて1年間の SG 選出除外という重い処分が下されてしまい、反省と我慢の時期を過ごすこととなりました。2度目の悲劇は2022年2月に起こります。峰竜太選手はこの頃にはすでにスーパースターとしての地位を確立していただけに、ネット上でも大きな話題を呼んだ事件です。峰竜太選手はゲームの趣味があり、レース期間中以外にゲーム配信なども行っていました。その中で自身が主催する個人的なゲームイベントにおいて、本来交流を避けなければならない予想やとネット上で接触してしまい、これがボートレースの信頼を失墜させたとして、審議会において4ヶ月の出場停止処分を食らってしまいます。この処分に加えて規定によって2023年8月まで SG 競争に出場ができなくなってしまいました。この事態に対してネット上での反応は、こんだけトップにいて良い悪いはわかるだろう、さすがにがっかりだなどと厳しい声もあった一方で、応援する、頑張れ、出直してトップに返り咲いてほしいという期待と応援の声もありました。しかし、しっかりと休み期間を経て復活した峰竜太選手は、復帰早々に勝利や優出、優勝を積み重ね、スーパースターとしての実力を改めてファンに思い知らせました。そんな峰竜太選手に最近引退疑惑があるという噂があります。その噂の発端は、直近の2023年12月18日ボートレース住之江で開催される SG グランプリの全権日のことです。開催前の全権において練習競争を終え、インタビューに応じた峰竜太選手は、今の段階では良い調整ができていますと手応えを話し、大会への意気込みを聞かれた際に、いろいろありましたからね、今回が最後と思って臨んでいくつもりです、強い気持ちで自分のスキルを最大限出していきますと答えたのです。この今回が最後という言葉が切り取られ、最近ネット上では峰竜太引退といった話も出ています。言葉の真相は本人にしか分かりませんが、これまでのインタビューなどで最後といった言葉は峰竜太選手の口から耳にしたことがありません。引退宣言ではないものの、自分の去就を見据えているところもあるかもしれません。あと数ヶ月で峰竜太選手は39歳になります。ボートレーサーの引退の平均年齢は46歳ですが、性格的に成績がトップレベルに維持できるところで辞めるというような選択肢を取ってもおかしくはないとも思えます。ただ峰竜太選手のレース姿や成績から衰えは感じないため、まだまだ引退しないと思って問題ないと思います。悪夢の出来事から復帰後、すぐさま A1 級に復帰し、勝利や優勝を挙げながら、そのスーパースターたるゆえんである実力をまざまざとファンや選手たちに見せつけている峰竜太選手、これからも競艇界のトップレーサーとして競艇界を盛り上げ、自身もどんどん記録を樹立していってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。